カメハメハ五世。カメハメハ五世は、ハワイ王国第五代国王。在位は1863年11月30日から1872年12月11日まで。カメハメハ一世の娘キナウの長男として、ホノルルに生まれる。幼少期より、欧米各国を訪問し、1849年には、カウイケアオリのもとへ。 養子に出されていた弟のアレクサンダー・リホリホと共に、アメリカ合衆国へ渡る。イギリスでは、国賓として、厚くもてなされたのに対し、アメリカでは礼遇され、ニガーの扱いすら受けたことなどから、親衛主義の考えを持つようになった。カメハメハ4世が即位すると、その下で、内務長官、財務長官の要職についた。1853年には、 フリーメイソンのハワイアンロッジナンバーワンに加入した。1863年11月30日、先代カメハメハ4世が29歳という若さで、急逝したため、カメハメハ5世として即位する。王権の拡張を施行し、アメリカによって起草された、共和主義的な1852年憲法を否定し、1864年8月13日に、同憲法の破棄を宣言。 8月20日に新しい憲法を交付した。この憲法では議会の一員制、選挙権獲得条件の厳格化が規定された。1872年12月11日、独身で世継ぎのないまま42歳で他界し、カメハメハ王朝は断絶する。後継には議会より選出されたウィリアムシール・ナリロが多いを継承した。ありがとうございます。